を全く取れてないのが気になるね。ヨーグルトお嫌いなんですね。ものすごい青汁にはお腹に優しい善玉菌、セカルチ菌が入っているのはお話ししたよね。はい。で、この届いた善玉菌を増やすことがお腹の健康の勝負どころなわけだ。この善玉菌は食物繊維を餌にして増殖するんだよ。あ、ものすごい青汁に入ってますね。その通り。ものすごい青汁を飲むことで善玉菌とこの餌の食物繊維が同時に摂取できる。そしてお腹の中で大活躍してくれるというわけですね。そういうこと。今はもうあのいろんな結果も少しずつついてきましたし、まあ、朝すっきりだったのですごくそれは嬉しかったですね。はい。乳酸菌も入ってていいですね。味にすごくコクがあるので、あ、なんかすごく栄養あるなって、朝昼晩飲んでると一日とっても元気で過ごせますね。いやー、よかったですね、早坂さん。やはり栄養はバランスよく取らなきゃね。ではもう一度、ものすごい青汁のおさらいをしてみよう。はい。まず、国産大麦の中までビタミン、ミネラル、炭水化物をサポート。そして、お腹に優しい乳酸菌、ヘカリス菌。そして、ものすごい青汁最大の特徴、DIC スピルリナを配合。健康維持に必要不可欠な5大栄養素を丸ごとまとめて摂取できる。まさにオールインワン青汁ですね。年齢のせいかなと諦めていたことが、実は食の加点から来る栄養不足からだったなんてことも多いからね。食べ物が変われば体が変わるというわけですね。そういうこと。じゃあこれ全部もらっていきますね。あ、もちろん全部持ってかないで。これからはもう青汁選びで迷う必要はありません。スーパーフードDIC スピリナ配合の5大栄養素オールインワン青汁、ものすごい青汁。1歳でも若く元気でありたい、あなたの願いに応える青汁です。さあ、ではご注文の時間です。3、2